それから慰霊碑の前で静かに手を合わせる遺族の姿がありました。僕らからしたら10年って、まあ、あんまり関係ないんですよね。会いたいし、寂しいし、悔しいし、今は変わんないですね。2014年8月20日、未明から降り続いた豪雨は、広島市北部で土砂災害を引き起こし、では続いてのニュースです。